はい、じゃあカウンセリング始めましょうかね。はい、今日は、また母に被害を受けたので、うん、あ、なるほど、はい、で、うんうんうん、また今後も受けると思うので、うんうんうん、その対処法を先生に相談しに来ました。うんうん、いつ受けたの？金曜日です。金曜日っていうのは、今日何曜日だっけ？今日水曜日、今日は水曜日ですね。で、金曜日に受けて、はい、で、今日が初めての休みだよね。そうです。うん、じゃあ、早く来れたということがまず OK っていうことね、はいはい、まずこれを認知しないといけないよね、はい、うん、それで具体的には私普段休みの日は結構遅くまで、まあ寝てたり部屋に引きこもってるんですね。でその日は結構朝早くから用事があったので早くに準備して出て行こうとしたんです。出て行こうというか、まあ準備をしに下に降りて行ったら母が急に「えっどうしたん？」みたいな感じで「何があったん？」って言われて。用事があるから準備してるんですけどみたいな。そしたら「えっだってあなた休みの日は遅くまで寝てるでしょ、うん、あなたに何が起こってるの？」みたいな感じで問い詰められて「いや私にも休みの日の用事はあるよ」って言って、うんうんうん、いやで母が、うん、まあ「私おかしくなってる」みたいな感じで言われて。あ、また私攻撃されてるなって思いながら、まあ、じゃあお母さんもカウンセリングに行ったらみたいな感じでって言ったの。そうですね、はい、で、まあ、母は、まあ、お金ないしな、どないしようかなみたいなあれだったんですけど、まあ、じゃあ今日か明日にでも行こうかなみたいな、っていうのは金曜日に言ってたの。そうですね、じゃあ少し質問していいかな。はい、その時、まあ、急に言われたんでしょ、はい、でその時にその時は別に何もそのよくほら体の症状が出るじゃない、はいはい、その時は何も体の症状は出てないの。そうですね、うん、でその後も、うん、まあもう何日か経ってるじゃない、はい、今日水曜日だから、はい、それをきっかけに何か体調が悪くなったっていうことは、はい、今回は起きなかったの。今回はそんなに起きなかった、うんなんですけど、うんまあ、よく考えたら、うん、ちょっと食べ過ぎて胃を壊してる節があるかなって今ふと思いました。それ以降に。それ以降ですね。今までも、うん、そのお母さんきっかけで、はい、少し過食になるということは、うん、記憶としてある。記憶として振り返ったら、うん、毎回そうじゃないかなって思います、ね、あ、なるほどね、はい、なんか結構昔から母が胃が悪かったんで、うんうん、私たち子供たちも胃が悪いみたいな感じで、うん、胃薬を与えられてきたんです、うん、あ、与えられてきたの。与えられてきました。え、それは症状がなくても飲んでたりとかしてたわけ。症状がなくてもあるやろうなっていうので、うん、それはその普通に、はい、その薬屋で売ってる胃薬とか病院のじゃなくて。そうですね。あ、なるほどね。それはいつぐらいから。結構もう中学生ぐらいから。中学生ぐらいから、はい、うんうん、それは15歳になってからっていうこと。もっとその前ぐらいから。中学生なんで、うん、もうちょっと前、ね、もうちょっと前から、はい、うんうん、なるほどね。それはいつぐらいまで飲んでたの。いつぐらいまで、うん、市販のやつは、うん、いつかな。こう、うん、あ、でもここに来だしてからも飲んでたんかな。うんうんうん。だからもう20代半ばぐらいまでは飲んでたかな。うんうんうん。で先生に漢方薬処方されるまでは飲んでた気がします。うんうんうん。小学生の時は飲んでなかったの。小学生は飲んでなかったと思います。うん、そのなんと、まあ、はっきり覚えてないかもしれないけど、はい、なんどういう言葉でその胃薬を与えられて飲んでたの。食べ過ぎてるはずやからとか胃が悪いはずやからとか、とか、まあ、胃が痛い、うん、まあ、例えばからとかあんたも飲んどきみたいな感じ。そういうのもありました。うん、はい、食べ過ぎてるって言われた記憶はない。食べ過ぎてるって言われた記憶、うん、
だろう。でも中高時代結構太ってたんですね、うんうんうん、ということは食べ過ぎてますよね。うん、あの太ってたかどうかじゃなくて、はい、母親から食べ過ぎてるって言われたことはない、はい、以前ほらつい最近、うん、顔が怖いっていう言葉を記憶してたじゃない、はいはい、それと同じように覚えてなかったらなかったでいいんやけど、はいはい、食べ過ぎじゃないとか、うん、そういうそれとか太ってるとか、うん、太りなさいとか、うん、食べなさいとか、うん、なんかそういうことは言われた記憶はない？明確には覚えてないですね、うん、ただまあ一個覚えてるのが、うん、まあ私も胃が悪いから、うんうん、っていう言葉は覚えてます、うんうんうん、飲んどきみたいな、うんうん、ということはまあ自分も胃が悪いというふうに、うんうん思った可能性がある。そうですね、うん、だから私もずっと、まあ、長いこと飲んでたじゃんか、はい、もう大人になってもさ、はい、どういう意識で飲んでたの？どういう意識で、うん、まあ胃が痛いのが収まるかなっていう、うんうん、症状はあったの？ありました、うん、その中学生の時は症状はあって飲んでたの？それともなんか言われたから念のため飲んでたっていう感じ？それがあんまり記憶がなくて、うんうんうんまあ、高校の時にはもう飲んでたっていう記憶はあるんです。じゃあ高校の時に胃の不調というのを感じた記憶っていうのはある？はいうん、あ、あります、うんはい、それはその時は何食べ過ぎたって思ってたの？自分で食べ過ぎたって思ってる胃が悪いと思ったのか、はいはい食べ過ぎたって思ったのか、両方記憶はあります。なるほどね、はい、今何を聞いたかっていうと、はい、もしかしたらないんやけど、うん、そのあたりから、はい、拒食症の方に向かっていったのではないかっていうことないよね。わ、はい、かるよね、はいうんでもこの話は今日の話ではないんで、うんうん、まあちょうどうまいこと録音したんで、うんはい、もしかしたらその拒食と過食のきっかけがそのあたりにあるのかもしれないよね、うんうんはい、やっぱり人間っていうのはその母親から言われると暗示にもかかるし、うんそのいやまあ逆に言ったらなんで、うん、その食べ過ぎたのかっていうことも、うん、例えば食べなさい食べなさいって、うんうんうん、昔の人はよく言ってたんだね、はいはいうん、で普通女の子は、うん、もう思春期ぐらいになるとその太ったりしてるのをこう気にしたりとかするんで、うんうんはい何かの理由がなければ、うんうん、その痩せすぎたり太りすぎたりはしてないものなんよね、はいうん、で僕の経験上多いのが昔の人はその戦後のねあんまり食べ物のなかった時代これはお母さんのお母さん、うんうん、まあそのお母さんぐらいってなってくると、はい、食べなさい食べなさいっていうその、うん時期があったんよね、うんうんうん、それでお母さんぐらいの年齢の人っていうのは、はい、食べなさい食べなさいってよく言う人が多かったんよね、うんうんうん、でまあもちろんお母さん自身も食べなさい食べなさいって言われて、うん、無理して食べて、うんうんまあ、胃を壊して、はいはい、で静香ちゃん自身も、うん、食べなさい食べなさいって言われて胃を壊して、うん、それで太ってまあ過食が始まったのか、うんうんうん、もう食べたくなくなったから、うん、拒食が始まったのかとか、うん、そのあたりっていうのはもしかしたら糸口になるかもしれないんで、はい、これは保留ということにして、はい、この問題は、はい、今日だからなんていうかなこうちょうどよかったよね、はいはい、うん要は、うんほとんどのことがお母さんの言葉から始まってる、うん、ということを再認識する、はいはい、分かるよね、はい、でじゃあ最初の話に戻ると、うん、今回、うん、その過食に
なってたということやんね。そうですね、うん、これ覚えておいてもらいたい。覚えとくというよりは、はい、これまああんまり覚えると、うん、その脳が疲れるんで、はいはい、であんまりいい話でもないし、うん、こういうふうにあの、うん、記録に残しておいて、はい、過食を別にしていいんよ、はい、過食を、はい、あのだけど後でどうせ胃が苦しくなって、うん、胃が症状が出て苦しい思いをするぐらいだったら、うん、ね、あ、私こういう時、うん、ちょっと食べ過ぎる傾向があるから、あのちょっと例えばあの前もって薬飲んどこうかなとか、はいはい、ちょっとあんまり食べんとこうかなとか、うんうんうん、そういうことを自分が何ができるかね、うんうん、まあ潜在意識の反射でね、はい、無意識の反射で、うん、もう自動的に過食に走るっていうことを少しずつ減らせればいいかなって思うよね、うんうん、はい、でやっぱり今回でもある程度予測できる通り、うん、やっぱりまあ何か体に反応が出てる、うん、でこれ体に反応、これもしあの過食がもしお母さんの言葉で起きたとすれば、はい、その前に心も必ず影響を受けてるはずなんよね、うん、そしてじゃあなぜ精神不安の症状が出なかったのか、うん、そこが問題やね、はい、言ってることわかる、うん、なぜでしょう、なぜお母さんから追い詰められて、うんうん、すぐに体の症状に飛んだのでしょう。それも僕から何か症状があったの、うん、って聞かれるまで認識してなかったじゃない、はい、うんうん、ということはその過食の前に多分恐怖心であるとか怒りであるとか、はい、何かしらの感情は出てたはずなんよ。そうですね、わかるよね、はい、その時の感情を今思い出すことはできる？恐怖心か怒りかどっちかだと思うんだけど、どっちかな、思い出せなかったら思い出せないでいいわ、はい、それも答えやから、うん、思い出せないです、うん、これ思い出せないっていうのが答えなよね、うんうん、これねもう瞬間的に、うん、はい、あの感情を抑圧してる、わ、うん、かるよね、はい、これ非常に良くない、うん、もうね、もうなんていうか、もう潜在意識にプログラミングされてるよね、うんうん、これ普通で考えたら、はい、まあ、恐怖心が出るよね、はい、怒りって後からやから、うん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 、まず恐怖心が出たはずなんよ、はい、で恐怖心が出たん、うん、そしてそれを抑圧した、うん、そしてまあなかったことになった、それで後から理性で考えたよね、うん、あ、いつものことやな、お母さんおかしになってるんやなって、うん、まあ僕に教えてもらってるから、はい、ね、だけどその時に次から、はい、あ、きっと恐怖心出たんやなっていうことを理性で思った方がいいよね、うん、はい、やっぱりこの感情の抑圧っていうのが、うん、あのものすごい、うん、そのメンタルにも悪いし、はい、精神不調になるし、うん、その後体の不調になるんで、うん、そこの瞬間このパターンを覚えておくってこと、だいたいこのパターンやと思うね、わ、はい、かるよね、はい、だってお母さんがおかしいかどうかっていうのはお母さんの都合なんやから、うん、こっちの心の反射、脳の反射っていうことをどうにかしない限りは、お母さんが変わるまで待ちますって言ったら、はい、もう極端に言うともう来世でも無理かもしらんで、これわ、はい、かるよね、うん、でも静香ちゃん側の、うん、その認識パターンをちゃんとしていれば、うん、ね、感情が出てこなくても、ああきっとここ、うん、怖かったんやろうなとか、はい、あ、ということは何かここから体の症状が出るかもしれないなとかね。でこれ本当はあんまり症状が出てない時にこのパターンを自分で振り返るっていうのはあんまり良くないんやけども、うん、ここまで症状が出てたら、はい、まあ、はっきり言っても拒食症にももう昔なって、うん、でそれから過食も続いて、うん、もうさまざまな症状がこう、うん、もうずっと出てる状態の中で、うん、
あの違ったとしても、はい、でもしそれでちょっと暗示にかかったみたいな感じで、うん、少々症状が出てた、うん、出たとしても感情の継続的な抑圧よりはマシやと思うんでね、うん、うん、分かった、はい、だから生涯じゃなくてね、とりあえず、はい、あの今後お母さんから何かわって急に言われた時には、うんうん、その後にね、うん、あきっと怖いのなかったことに自分はして我慢したんやろうなっていうふうに、まあ、認知をしてもらうと、はい、うん、じゃあ前半はここで終わっておこうかね、はい、はい、ありがとうございました。